スルタン・ビン・サルマン・ビン・アブドゥル・アジーズ・アル・サウードは、サウジアラビア空軍のパイロットで、STS-51G のミッションで、ペイロードスペシャリストとして、スペースシャトルで宇宙を訪れた人物である。サウード家の一員であり、王族として初めて、また、アラブ人、イスラム教徒としても、初めて宇宙飛行を経験した。スルタンは、1956年6月27日に、 リアドで生まれた。第7代サウジアラビア国王のサルマンビン・アブドゥルアジーズの次男であり、2011年7月に亡くなった母のサルマーンビン・トゥルキーアイコールスダイリーは、かつてのアスイール州知事であったサルマーンの叔父、トルキビン・アハマド・アルスデイリーの娘であった。スルタンと父母の同じ兄弟には、ファハド、アハマド、アブドゥルアジーズ、ファイサル、ハッサがいる。スルタンは、 リアドで初等及び中等教育を受け、デンバー大学を卒業して、マスコミュニケーションの学位を取得した。1999年には、シラキュース大学で、社会政治学の修士号を取得した。スルタンは1982年に、サウジアラビア情報省の国際コミュニケーション部で、研究を開始し、1984年まで在職した。スルタンは、 サウジアラビアの選手が1984年のロサンゼルスオリンピックに参加するためのメディア委員会の副委員長を務めた。その後、情報省にテレビ広告部が創設され、部長代理に指名された。1985年の6月17日から6月24日まで STS-51G のペイロードスペシャリストとして宇宙を訪れた。 アメリカやフランスの宇宙飛行士を含む7人の国際クルーの一員として、彼はアラブサテライトコミュニケーションズオーガニゼーションの代表として、衛星アラーボザットマイナス -1B の展開に携わった。スルタンは当時28歳で最年少のスペースシャトル乗り組員の記録も持っている。後に彼は宇宙を訪れたべての宇宙飛行士から構成される国際組織である、 宇宙探検家協会の設立に携わり、数年間役員を務めた。STS-51G の乗組員1985年、スルタンはライブエイドの期間に MTV で放映された CM を収録した。また1985年の創設当時から、サウジアラビア空軍に中佐として従軍し、1996年の退役時までに大佐に昇進した。 パトリック・ボードレート、スルタン、1985年妻は、サウジアラビアの外務大臣、サウド・アル・ファイサルの娘であり、3人の子供がいる。息子のサルマンは、セント・アンドルーズ大学に通い、2012年12月5日に、リアドで、ムハンマド・ビン・アブドゥル・ラ・ハマーンのひ孫である、カリー・ド・ビン・サウド・アル・サウドの娘と結婚した。趣味は、グライダーとスキーである。ディルイ、 やに農場を所有する。2012年11月、シラキュース大学とプリンセスヌーラ、ビンとアブドラハマーン大学の間のパートナーシップの立ち上げへの尽力に対し、シラキュース大学から総長メダルが授与されている。ありがとうございます。